は熱血高校のグラウンド。国尾と新一がドッジボールをしている。まだまだスナップが甘えな、新一。もう少し手首をひねるようにして。国尾くん、はじめまして。私はサッカー部マネージャーの美佐子です。国尾くん、私たちを助けて。とっても困ってるの。一体どうしたんだ。実はサッカー部が食中毒で大会に出場できなくなったんです。代わりにドッジボール部が出場してもらえませんか。突然言われてもな。お願いします。とにかくみんなと相談しよう。俺はあんまりやりたくねえな。そういうわけなんだが、どうする。今さらサッカーなんてやりたくねえよ。だけど同じ学校の仲間だぞ。だけど運動会はどうするんだよ。それはまだ先だよ。でもいろいろ忙しいよ。お願い、助けて。かわいそうだから助けてあげようぜ。みんなやりたくなさそうだぜ。じゃあ優勝したらみんなに熱いキスしてあげちゃう。やるぜ。
退院してきたよ。わーい、すつぶくんが帰ってきたわよ。次はメンバー全員暴走族のシグナ高校よ。気をつけてね。
こドキドキしちゃった。次はマタリ学園よ、頑張ってね。
本工業高校よ。頑張ってね。
井戸花高校と対決よ。頑張ってね。
ドキしちゃった。次は一本釣り水産高校よ、頑張ってね。
皆さん、ご迷惑おかけしました。マサです。マサ、退院おめでとう。君は恐れ山商業高校よ。気をつけてね。Thank you.
よ。頑張ってね。Yeah.
な、みんな。幻影だ。幻影くん、頼りにしてるわ。次は四万中実業高校よ。優勝目前よ。頑張ってね。Thank you.
カップに招待されたぞ。おお、マジかよ。すごいわ、もうピッキピキよ。優勝のお礼がまたなんだけど。じゃあ、クニオくんはワールドカップに優勝するまでミスはお預け。
チームと対戦よ。頑張ってね。Thank you.
ちもみんなに合わせろってうるさいわ。次の相手はドイツチームよ。これに勝てば優勝よ。頑張ってね。Thank you.
ことないぜ。お礼のキッスよ。おう。クニオ君には楽です。